皆さんこんばんは、きよみです。今日もご視聴ありがとうございます。今日は久しぶりに GU に行ってきたので購入品をご紹介したいと思います。1点だけですけれども、セール品で可愛いものを見つけたのでご紹介したいと思います。では早速スタート。じゃじゃーんって、またちょっと見えないかもしれないんですけれども、このね、ニットのワンピースを買ってきました。すごい可愛いんですよ。またね、全体像はちょっと写真貼り付けておきますけれども、これがマルチウェイニットワンピースっていうのがあるんですけど、30番ナチュラルですね。はい、で品番がこちらの方になります。見えるかな。はい、風の音がすごい。はい、でこれが私 XL、 ニットワンピースだから XL、 L でも大丈夫だったんですけど、ちょっと大きめに着ようと思って XL を買ってきました。はい、でこちらがですね、3990円だったのが、今日なんかセールのアプリが来て1490円になってました。はい、でブラックと、あとカーキなのかな、あとこのナチュラル、はい、で3色でした。で私が行ったところはサイズこちらはあったんだけれども、ブラックも買おうかなと思ったんですけど、ブラックは S サイズしかなかったので買えませんでした。はい、それでこのワンピースなんですけれども、前からねちょっと気になってたんだけれども、これねタートルネックなんですね。はい、でこのワン、すごく丈の短いこのカシュクールみたいなデザインで、長袖のこの袖、はい、でこちらが2ウェイにも着れるみたいだと思うんですね、多分。でこちらが普通のこの切りっぱなしの感じで、結構ショート丈なんですよね。でこのタートルのニットがついていて、でさらにちょっと下から見えてるんだけど、このワンピース、これくっついてるの、あ、くっついてた、このね、ちょっと待ってね、下がりました。このね、ワンピースだけでも着れるし、でこれね、ロングのこのスリットが入ってる、はい、でこれだけでも着れるし、このニット、このタートルのニット、このね感じでも着れるし、こっちカシュクールでも多分着れると思うんですね。でなおかつこのワンピースを中に着て、でこのニットも着れると。だから4タイプ4パターン着れるということですね。はい、全然違うけど、着た感じはこちらになります。はい、こんな感じで、だから4通り着れるからすごいいいと思います。これタートルのリブのニットを重ね着して、これだけでもいいし、まあブラウスでもいいけれども、はい、でね、すごくこのニットワンピースだけでもすごい可愛いですよね。これね、大人っぽい感じで、はい、でこれもね、これだけでもすごい可愛いと思うんですよね。何通りも着れて、なんかこの中やっぱりカットソー、ピタッとした感じでね、カットソーとかシフォンとか、なんかブラウスとかカットソーとか着て、でこういう風にカシュクールの部分見せたりとかして、黒とかね間に挟んで、はい、でこれはこれでもう本当にごくごくシンプルなタートルで、タートルニットで、こうやってタートルニットで普通にパンツで合わせたりとかしてもいいので、はい、
すごい可愛いと思います。はい、着てみますって言ってもね、全体像がいつも見れないから、はい、こんな感じで着たりとかしたのもちょっと見せれたらとは思うんですけど、なかなかいつもね難しいんで、はい、はい、ちょっと別日ですけど着てみました。こんな感じです。上半身だけね。で、後ろはこんな感じです。見えますか？全体はちょっと撮れたら撮りますので、はい、ちょっとカタンとか言ってたけど、はい、こんな感じです。可愛いですよね。こんな感じです。はい、で今日は GU で購入してきた、どうだっけ、今日はすごい短いんですけど、なんかでも最近はなんかあんまりちょっとこういう大人っぽい感じというか、シンプルなものあんまり買ってなかったので、パンツとかがすごく多かったので、久しぶりですね、こういう女性らしい感じのもの、大人っぽい感じのものを買ったの久しぶりですけど、今日はこのマルチウェイニットワンピース、はい、4タイプも着れるのでマルチですね。はい、こちらのワンピースのご紹介でした。はい、今日は短いですけれども、こんな感じで終わりにしたいと思います。この動画いいねと思っていただいたら、いいねボタン、そしてチャンネル登録まだの方はぜひぜひよろしくお願いします。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。